なじみのウルトラセブン見てみようのシリーズですね、はい、はい、今回見ていくのは第何話でしょうか。はい、今回はウルトラセブン第26話超兵器 R1 号ってやってるかな、ってる R1 号ですね、はい、R1 だ、R1 だ、こちらで言えば R1 もあれしかないですね。免疫力バフ上げするやつ。あれ飲んだら風邪ひかない説あったよね。インフルエンザならないんよね。あ、インフルエンザか。乳酸菌の R1 ではなくて、うん、腸兵器だからね。どっちなんだろう。向こう側の兵器か、こっち側の兵器か。こちらもね、かなりリクエストが多かった話になりますので、まあ、もう全く情報ありません。これについては。もう分かりません。どういう感じの話なのかすらも分からないんで、まあ、ちょっと見ていきながら体感していきたいと思います。早速行ってみましょう。防衛軍基地内の秘密工場で今恐怖の破壊兵器が完成しようとしている惑星攻撃用の超兵器 R1 号である。あ、 R1 か、 R1 か。地球を侵略しようとする惑星なんか母体一つでコッパみじんだ。使わなくても超兵器があるだけで平和が守れるんだわ。どうした侵略者は超兵器に対抗してもっと強烈な破壊兵器を作りますよ。我々はそれよりも強力な兵器をまた作ればいいじゃないか。それは血を吐きながら続ける悲しいマラソンですよ。いよいよ実験ですね。ええ、喜んでください。この実験が成功すれば直ちに R2 号の組み立てにかかる。実験はどこでするんですか。イエロー星は選びました。生物がいません。生物がいないというのは確実なんですか。ええ、なんか嫌だ。緊急情報、イエロー星から攻撃を受け。絶対に R1 号の実験を妨害するべきだった。それができたのは僕だけだった。なんか来た。最後でした。うわ、なんだ。集まってきよね。修正してんだ、修正。より強力になったりするね。ありそう。うわ、なんだ。どうしたの？エロン星は東京が危険です。何もかも、私の責任です。そうだ。我々委員の、今はそんなこと言ってる時じゃない。いや、ほんまに。次に私にも。誰の責任を取るか。この危機を救う者は超兵器 R2 号だけです。でももし R2 号を使ってさらに巨大な生物に変化したら。そうよ、私は R2 号の破壊力にかけてみた。っていうか地球を吹っ飛ぶんじゃないか。すごい威力ってことだもんね。時間が欲しい。 R2 号を再完成すれば。いや、やばいから。ジロ、私は今から委員会に出席するが、 R2 号の製造を直ちに中止するように提案してみよう。竹中参謀、ありがとうございます。うわー、いいですね。それで最初は止まりよ、映像が流れて戦か、ちょっ
はい、ということでね、うん、第26話あれだったね、超兵器 R1 号でした ね、 ね R1 じゃなかった、私も R1 どうですか見てみて、ね、なんかちょっとうーんってなったね、最初からなんか不穏だったもんね、ちょっとね、超兵器作ってどうぞみたいな、核兵器みたいなね、現在の世界みたいな、いやそうだよね、なんか重ね合わせちゃったらちょっと、でもこれをこの話が作られてる時もあれ時代が、うん、まあやっぱ戦争あってからの敵だからみたいな、うんうん、正直今もなんか、うん、あるよね、結構さもうヒリヒリしてるじゃない、うん、最近なんかね、ジュルが子供の時はなんかもう戦争みたいな、そんなんないやろって感じだったけどさ、うん、なんかもうちょっと現実味を見て ね、まあどことは言わないけど、強い兵器を持つことで攻められんようにしようみたいなのってなんか多分今もあるよね、いやそうよね、うん、みんなそうじゃんね、核持ってますよってこう血がつかせてさ、ね、踏み込むなみたいな、もうがっつりあれじゃん、なんか言ってるその血を吐くマラソンのやつやん、うんうんうん、今の世界そうやってなるよね、どんどんそうなってるよ、他の人たちはすごいみたいな、すごい景気できたんだみたいな言ってたけど、ダンだけはなんかめっちゃってなってアンヌさんがねえダンって言っても、でもなんか無視もう全然耳に入ってない、セブンはなんかあれなんだよね、ちゃんとした平和な世界で、ウトロの星はなんかみんなそういうところがちゃんとしてるのか、考え方がちょっとちげえってなったよね、そうなんだろうね、こんなことしてもしょうがないみたいな思ってるのかな、実験するからって言って、生き物はおらんって調査しておらんって言っとったのに、おりゃーてかさ、なんか実験でさ他の虫を破壊するっていうのもなんか、いやちょっと怖いよね、なんかその考え方もちょっと怖ってなったけどね、宇宙に強さをね知らせるためにもんでね、かわいそうに見て、あんなのにされて、ね、もうめっちゃ血走っとったじゃん、ね、超強力になってたのね、しかもなんか、ね、変異してね、確かにね、では私の責任だみたいなだったけど、うん、もう今責任を話しちゃうみたいな、そういうことだけど、すいませんでした、そうそうそう、まあそれはすいませんでした、すいませんでしたはなるけど、なんかもうほんとめちゃめちゃ言われてさ、戦いで大変な時でさ、なんか私のせいです、いや僕の、いや今いやそう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 、しかもそのもう一人のおじいちゃんの博士みたいなのがさ、ね、なんか R2号、そうそうそう、うん、それ作れればとか言っとったけど、いや、ね、作れればダメ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 、もっとひどいことになるってなってね、強いなって、まあ、強いなってからね、うわっつって、うん、そっからなんかちょっとね、もう最初ね苦戦めっちゃしてたけど、もう何してもこう、そうや、あのあれやってたね、諦めない心やった、ウルトラマンの諦めない心、そうそう、あいつなんかめちゃめちゃ投げてたよね、なんかグハーってなって、めちゃめちゃなんかブルブルってなってたね、筋肉の描写、マッスルをテカテカマッスルが出されて、なんかね筋肉がおりってなって、最後の力振り絞ったかな、強くなったのかな、ちょっとかもね、五分かなと思ったけど、何してんだろうって思ったら、なんかもうブーシャーみたいな、なんかいやあれ全員がなんかいややばい、えぐいよみたいな、何え、なんか人格変わっちゃったみたいな、暴走だ、ちょっと暴走だ、確かに冷めたわ、だよ、目が冷めた、もうなんかキュッみたいなね、で足もうバタ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 、いやなるでしょ、なるでしょ、遠くから撮ってさ、めっちゃ綺麗な花畑で、そうね、なんかあれはね、対比すごい対比、明るい音楽でね。ってなって、そっからなんか、そっからもうやばい、もうそっからもうやばい、そっからなんかさ、首をぶっしゃブスで、うわー、ここに返り血みたいな、なんか返り血、黄色い、待って、で、なんでいきなりさ、なんでこんないきなりえぐい描写なのと思って、今までの戦いでこんなあったってなって、その後のセブンの表情も謎だったよ、なんかちょっと下から撮ってさ、うん、で逆光でさ、顔めっちゃ暗くなっててさ、どういう気持ちだったんだろうね、もうそれ見たうちらもう、うん、みたいな、なんか絶句みたいなね、まあでも何してももうやばいってなって、うん、結局もう、ね、すごいよな、殺し方するしかないってなったんじゃない、うん、今回のはもうなんかそのどうにもならんけん、うん、何でもいいけど腕引きってなんかコミカルに倒されてたけどね、もうスパーンってなってバーンみたいなさ、なんか爆発とかね、そう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 、とかみたいな、
なんか今回リアルに、まあ、やっぱもうあれが効いたんじゃない、やっぱりやばいって、もうやばいって、このなんか適当なことしたら俺も本当に楽しい、地球もやばいことになるって考えたら、もうめっちゃ2人するしかない、確実に仕留めるっていうね。でもまああれでしょ、だけど段的にはなんか、うん、もう事前に、はいはい、うん、R1 号を止めておけばみたいな、うん、んなことや、僕の責任だみたいな、僕しか止めれなかった、ね、ってもう、うん、でて最後はもう鬼になってもなんか自分のそれこそ責任で話すような感じなのかな、なんかどっちもかわいそう、まあね、最後のリスがカラカラってなって、ね、あれはあマラソンみたいな、終わらないマラソンを表してんのかみたいな、最初になんでリスって思ったけど、ね、かわいい、ね、かわいい、かわいいってなったけど、中吉が出てたけど、中吉を思い出してられるとカラカラーってしてたね、中吉元気かないやちょっとね、今回の話はね、重かった、重かったね、今の世の中すぎて、うん、いやほんまね、うちらマラソンもう終えられんくなってしまってるけど、どっかで止まればいいけど、セブンみたいな存在がいてくれたら、ね、いや確かにね、またジャミラとかとは違う重さがあったね、話のね、なんとも言えない、ね、そうね、なんとも言えない話だね、なんか、なるほどと思いました、うん、はい、ということで、ね、うん、今回の動画がね、うん、あの良かったなと思う方は高評価ボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。そして今回のお話もですね、これは結構いろんな感想が多分皆さんの中でね、いろいろあると思うんですけれども、よければね、こちらの方もあのコメントくださるとすごく嬉しいです。そしてまあいつも皆さん本当にたくさんのコメントありがとうございます。はい、そして SNS やっております、MM 団の公式の、勝手に公式と呼んでいるツイッターがあります。こちらは結構あの大事なお知らせをね、流しておりますので、よかったらフォローしてみてください。そして LINE のツイッターもあります。こちらよければ、今フックがねツイキャスを始めておりますので、そういう感じでいろいろ活動も活発になってますので、よかったらチェックしてみてください。そして TikTok もあります、こちらもよかったらチェックしてみてください。はい、ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録、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 チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。